ジェイハウエルはアメリカ合衆国、フロリダ州、マイアミ出身のメジャーリーグで活躍したプロ野球選手。シンシナティレッツをはじめ7球団で主にリリーフを務めた。通算58勝53敗、同西部155はメジャーリーグ歴代56位。試合完了360回は同じく67位に当たる。通算防御率は3.34。 1988年から5年間在籍したロサンゼルスドジャースではワールドシリーズに出場しワールドチャンピオンになっている。この年ニューヨークメッツとのナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦ではグローブに松谷があったとして2試合の出場停止処分を受けた。また1985年と1987年にはアメリカンリーグで 1989年にはナショナルリーグでオールスターゲームに出場している。カリフォルニア州立大学ノースリー事校では1998年から2005年までコーチを務めカメロンローラを育成しビッグスカイで2度の優勝を達成した。2006年にはモンロビア高校に移りカリフォルニア学校教育連盟のタイトルを獲得している。ありがとうございます。